会長、深追いすると宮田君のカウンターが来るんです。どう対処していいのか。うん、どうしたらいいと思うんじゃ。考えてはいるんですけど。そうか、今のお前ができる方法は一つだけある。リングへ上がれ。はい。宮田になったつもりでわしを見ろ。え、どうじゃ、お前は今カウンターを打てたか。カウンターとは相手の力を利用するパンチだから、飛び込まなければカウンターは出せない。そうじゃ、じらしてじらして、宮田がしびれを切らして打ち合いに来たら締めたもんじゃ。お前のパワーをフル回転させ、アッパーでとどめを刺せ。アッパーで、名付けてじらし作戦じゃ。じらし作戦、なんかダサいですね。やかましい。今のお前にはこれしかないからだろうが。わしだってもっとかっこいい作戦をしたいんじゃ。もっとコンポストに打つんじゃ。はい。そうじゃ、よし、なかなか良くなってきた。おお、少し休憩じゃ。はい、ありがとうございました。足をつけ。はい。俺もっと。どうした、もっとじゃ。飛び込んでから手を止めるとカウンターが来るぞ。はい。よし、次はサンドバッグを打ったり、済んだらまたミット打ちや。はい。だいぶ上達したんじゃないですか。ええ、素直な性格じゃからな。吸収力はいいわい。よーし、小僧、ミット打ち行くぞ。はい。うわ、もう、もっとコンパクトに打つんじゃ。うわ、よし、今日は上がりじゃ。帰っていいぞ。ありがとうございました。タフだな、会長。小僧の相手はしんどいわ。何？前に出て勝負したいだと？小僧、貴様、みすみすカウンターの餌食になろうというのか？宮田君のカウンターから逃げたくないんです。真正面から戦いたいんです。もっと、もっと練習します。だからやらせてください。貴様は本気か？もちろんです。会長、お願いします。よし、そこまで言うなら猛特訓してやる。ダッシュ力を強化するんじゃ。まずはロードワークの準備せい。弱音を吐くんじゃねえぞ。はい。逃げずに正面から戦いたいか。小僧め、嬉しいこと言おうって。よっしゃ、走り走り、ダッシュ力を強化するんじゃ。いつもより速い。宮田のカウンターに当たれ。腕が伸びきらないうちに前に出るんじゃ。とりあえず破壊力を半減する、そのためのダッシュ力じゃ。はい、ゴーッといくぞ。え、次、坂道ダッシュ。はい。これもゴーくん。ミット打ちやるぞ。ほら、ショートで打て、休むな。はい。わしに打たしてどうする。打ち返す暇を当てるな。はい。バカ者、これくらい耐えんか。貴様が正面から戦いたいと言ったんだろうが。だってこんなにすごいとは思わなかった。手伝ってやろうと思ってよ。邪魔じゃ。
じゃあロングパッチは使え、全てのパッチをショートで打て、小さく細かく早くだ。気を抜くな。はい。よしよし、よしよし、よし休憩。気合い入ってるな、一歩のやつ。明日宮田とのスパーだからね。なるほど、いよいよか。